これはなんとも珍しいサイドカーです。フュージョンベースの手作りサイドカーです。 FRP ボディだそうだけど、まあすごいね、うん、それでこの上にソーラーパネルがついてんだね。一応250のフュージョンをベースにして作ってるらしいけどさ、まあこう扇風機だとかなんかね、カーナビとかそういうのはさっきのソーラーパネルで、まあ驚いちゃうね。